きょうからね、週に1回か2回、このトピック2の必須単語っていうのをやっていきます。この動画はえ、ま、通常、有料版だけに公開します。たまにね、もしかしたら日曜日にこれを公開するかもしれません。この写真は、えミレの営業室から見た写真なんですね。天気のいい日に撮りました。このの手前にある植物はえミレの植物物はミレです ミレで勉強しているようなそんな気になって皆さん取り組んでくださいまずはね四色ボールペンで短文を聞いていきますそしてその答え合わせ音読そして日本語を見て言えるようにまあ暗唱ですねえそういうふうにしながら語彙を増やしていきましょうそれではまず聞き取ってください黒のボールペンはい行きますクヨンはボルマネヨ

すごく早かったですよね。スルスルって言ってますね。だから、クヨンファっていうそんな感じじゃないんですね。クヨンファーボールマネよ。クヨンファーボールマネよ。すごく早いですね。こういうのに慣れていきましょう。で、それに対する答えです。いきます。黒のボールペンを構えてください。はい。ねえ、ヨロ失敗シルポギアジアヌン、チンゴンスビ。2回目、緑。

포기하지 않는 주인공의 모습이. 하이, 고답을 확인しましょう. 네, 여러 번 실패해도 포기하지 않는 주인공의 모습이. 하이, 몇번 실패해도 포기하지 않는 주인공의 모습이. 하이, 고답을 확인しましょう. 네, 여러 번 실패해도 포기하지 않는 주인공의 모습이. 하이, 고답을 확인しましょう. 네, 여러 번 실패해도 포기하지 않는 주인공의 모습이. 하이, 고답을 확인しましょう. 네, 여러 번 실패해도 포기하지 않는 주인공의 모습이. 하이, 고답을 확인しましょう. 네, 여러 번 실패해도 포기하지 않는 주인공의 모습이. 하이, 고답을 확인しましょう. 네, 여러 번 실패해도 포기하지 않는 주인공의 모습이. 하이, 고답을 확인しましょう. 네, 여러 번 실패해도 포기하지 않는 주인공의 모습이. 하이, 고답을 확인しましょう. 네, 여러 번 실패해도 정말 감동적이니까 한번 보세요. 3회目 아오 정말 감동적이니까 한번 보세요. はい、最後赤です。 정말 감동적이니까 한번 보세요. はい、確認しましょう。 정말 감동적이니까 한번 보세요. まあこういう文章ですね。一緒に読んでみましょう。クーヨンファーポルマねえ、ヨロ失敗シルペヘドー、ポギハチアンネンジュインゴンへモスビ、ジョンマルカムドン意味はこうなります。その映画見るに値しますかはい、何度失敗しても諦めない主人公の姿が本当に感動的なので、一度ご覧ください。皆なさんはここで動画を止めて、 繰り返し音読をなさってくださいそれでは私が今から日本語を言います皆さんはそれを聞き終わってから韓国に言うのではなくてそのままかぶるようにいわゆる同時通訳のように言ってみてください最初は文字を見てもいいんですけどもあとで文字を見ずにやってみてくださいねやりますその映画見るに値しますか はい何度失敗しても諦めない主人公の姿が本当に感動的なので一度ご覧ください大丈夫だったでしょうかそれではね最後にもう一度韓国語をかけますので皆さんは同時通訳のように日本語を出してくださいいきますよその映画見るに値しますか はい何度失敗しても諦めない主人公の姿が本当に感動的なので一度ご覧くださいさていかがだったでしょうかこういうふうにやってるとね自然に身についてくる、えー、ある程度のこう緊張感それから集中力そして瞬発力そして韓国がスルスルっと出てくるまあこういう練習をしていきましょう。あるいいは韓国は聞いてもすぐに日本語と 日本語になるっていうかねこういうい同時通訳の練習これは別に同時通訳だけの練習じゃなくてね韓国を定着させるあるいは即座に理解するそういう訓練につながりますのでそんなに難しい単語ではありませんね。この書籍に従って少しずつそして順番にやっていくのではなくあちこちあの飛びながらやっていこうと思いますので皆さんこの書籍持ってたらご準備ください。 それでは動画ではあまり練習できなかったかもしれませんので後で繰り返しご覧になって練習をしてください。毎日こうやって 1mm 前進していきましょう。